そんな形が多かった谷本郁美。しかし今回は自分が世界への舞台に立っています。世界ランクはありません。しかしそのセンス、力のある技が今日は見られて、2回戦は世界選手権銀メダリストを相手にこの豪快な背負い投げ。女子63キロ級日本の谷本郁美の準々決勝、相手は世界ランク11位フランスのプルボスです。国際試合、おっと、雨の一本勝ちでした。いやー、安野さん、はい、試合開始いきなり3試合連続一本勝ちですよ。そうですね、聞きましたね。まあ、その場外際でも諦めずにしっかり体を回して、まあ、そのあたりお姉さんを彷彿とさせるところもありますけれども、そうですね、今日は初戦からそのキレのある技が発揮されています。息腰から抑え込んでの合わせ技一本でのスタートでした。そして2回戦はモンゴルのラカンデグに対して、これまた得意の袖釣り込み腰、綺麗に決まって連続一本勝ち。続く準々決勝は同じ日本の岡飛鳥との接戦を制して勝ち上がった準決勝、オランダのボッシュに対して開始からわずか15秒、左の一本強いが決まって準決勝も突破しています。さあ、世界選手権銅メダリストに終わったこの渡辺美奈、今年の締めくくり世界一へ向け決勝進出を決めています。大一番、世界選手権銀メダリストと激突。ワールドツアー今年最後の試合、年間のその世界のトップを目指して、一本だ一本だ、渡辺逆転勝ち。渡辺が今年1年のその最後の試合を、これまでを全て払拭するかのような見事な逆転の一本勝ち、グランドスラム東京。各々の内股を警戒して組んできませんので、我慢して組んでいって、組んだ瞬間技を出すのが効果的になりますね。そうですね、今この組手争いはどうでしょうか。相手はやっぱり嫌がるんでしょうね。まともには組んで決まって、29歳小野隆、現在世界ランクは6位。そうですね、これですね、張り切れています。そうですね、もう一度ご覧いただきましょう。もう相手組んできませんので、もう飛び込み気味、もう組んだ瞬間技を施して、手が空中で回転しましたね、はい、もう一度別の角度、はい、しっかり持った瞬間に跳ね上げる、もう綺麗ですね。完全に相手が空中で1回転という内股、はい、世界選手権のヨメヤの敗退からこのグランドスラムにかけて臨んだその小野。さあ、今試合が始まります。新井貴正、返し技というのを受ける場面がありますので、はい、足から崩して返されないようにしてかけ切る、はい、これが一本勝ちにつながるね、一番いい作戦だと思います、はい、もうサバ折りみたいな感じで、はい、腰に抱きついていくストだけ、これをかけてくる選手が多いですね、はい、ここは両者引き手を取って、なんとか相手を振り回していこうという、早く持つことです、はい、でなかなか手だけでは持てませんので、同時に足技を入れながら、ま、袖も今取りました、いったん、ね、はい、その切断感、はい、見事に一本決めました新井。これで初戦2戦目、この準々決勝も一本勝ちで勝ち上がりました。今年始まった世界ランク、このグランドスラムは4つしかない高得点の大会であり、今年のファイナルです。今年の新井はご覧のように世界ランク、さあ、新井の2戦目が始まりました。世界ランク現在2位の新井、そして世界選手権代表ウズベキスタンのプラトフが相手です。ウズベキスタンの国内、今年新井は結婚をしました。結婚をして初めての試合ということで、まあ、当然負けられませんねというのはね、新井自身も言っていましたけどもね、はい、おめでとうございます。そうですね、さあ、襟を取った、おっと、柔道着がちぎれてしまうんではないかというほどのパワーです。ここはプラトフの必死です。組んだ時から足技ですね、はい、組んで足が止まってますと相手の貸しが来ますので、はい、組んだらまず足技です。さあ、2本どうですか、これ持ってますか。いいですね、圧力かかってますよ。さあ、新井ここで行く、相手を崩す、崩す、分かりやすい、今度足技を飛ばす、払い押し、これが新井です。2戦目、その後にリズムよくかけ切りましたね。もう崩す、かける前の新井は完全に相手を制圧しました。見事、塚田を振り返ります。初戦となりました2回戦は韓国の若手イウンジェを迎えての初戦になりました。足技で時折攻めながら、どうでしたかね、立ち上がりの動きは。
そうですね、やはり初戦硬さはあったんですけれども、はい、少しずつ塚田選手の動きになりましたし、はい、またこの後ですね、得意の技で決めてくれますので、はい、指導をお互いもらっていたんですが、この大外ですね。そうですね、やはり試合で決まる、本人は幻という大外刈りで初戦を勝ち上がりました塚田です。2回戦はポーランド、大きなこのサドコワスカを迎えての一戦です。安野さん、実はこの試合も塚田が先に指導をもらうシーンがありました。そうですね、さあ気合の入った塚田の表情、この試合どんな柔道を見たいですか安野さん。そうですね、サドコワスカ選手のですね、はい、釣り手右手なんですけども、それをしっかりさばかないとダメですね、はい、ここはちょっと持たれています。大外に来る、大外に来るサドコワスカ、ご覧の通りの身長差、体格差、大外に来るが準々決勝です。大外に行く安野さん、大きい相手ですがしっかりとかければ、安野さん、はい、まあ、一本こそはなりませんでしたが、序盤は少し組み負けるのところはありましたが、終盤はリード、試合を引っ張った感じでしたね。そうですね、ただまだ単発なところがあるんですね。ですから足技から大技につなげる、十分ゴロンとこう転がりますね。そうですね、ただ大技ではなくてですね、まず足技で崩す、そうするとやはりもっとチャンスが出てきますね。なるほど、ここも大きいサドコワスカが大外を狙ってくる、しかししっかり背中を取るなどしてさばいて自分の形に持っていこう。今も釣り手を切って体落とし、ポイントはありません。安野さん、はい、まあ、一本こそはなりませんでしたが、序盤は少し組み負けるのところはありましたが、終盤はリード、試合を引っ張った感じでしたね。そうですね、ただまだ単発なところがあるんですね。ですから足技から大技につなぐ、相手は世界ランク2位ロシアのイワシュシェンコ。世紀の一戦が今始まりました。女子78kg超級、日本の塚田真希がもう一度世界のてっぺんのみ指導です。今日塚田は安野さんもしきりにおっしゃってましたが、組んでからの技の出が遅い部分もあって指導を早くもらう時間が多かったんですが、ことが多かったんですが、ここはイワシシェンコのみ指導です。ただポイントは反映はされません。大外一本、大外もう一度世界の頂点へ、ここからスタート、いとも簡単に破ってみせました。見事な金メダルです。最後に一番いい柔道が出たんじゃないですか。そうですね、本当塚田選手らしい。